鹿本教授です。今回は日産のノート e パワーに乗っております。これからですね、箱根新道を登って、燃費がどれぐらいになるかというのを検証したいと思います。はい、で今日の燃費ですね、これは今出てる燃費はコールドスタートの燃費です。ホットスタートの燃費がこういう風になってますね。はい、それではここから箱根新道始まるんで、燃費のリセットしたいと思います。はい、はい、バッテリーがですね、ちょっと減ってきました。今のところエンジンの回転保ってます。普通にですね、ヘチャーして充電するときと、同じ回転数、同じ発電量で、今発電している状況だと思うんですけれども、ちょっとバッテリー減ってきたんで、この先ですね、回転が上がるのかなっていうのがちょっと気になるところです。はい、まだバッテリー4つになって、回復してきました。エンジンの回転発電量は、通常通りで、なんとか峠を登り切ることができそうですね。はい、最後の方でですね、割と平坦に近くてバッテリー充電することができて、今立体10キロに回復しました。はい、峠を登り切りました。燃費の立体 10.3 キロとなりました。それではここから下ってみたいと思います。はい、ではではここからずっと長い下り坂が続きます。e パワーはですね、 S エコモードにしているときは B レンジっていうのはですね、入らないようになってます。B レンジに入れたいときは S エコモードをですね、まず解除してからこういうふうにですね入れます。S エコモードにすると B レンジにしている場合は自動的に D レンジになります。はい、でバッテリーがですね、満タンになってきたかなというところですね。はい、今ですねエンジンが回り始めました。発電用モーターでですね、エンジンを強制的に回して、バッテリーを放電させようということをしています。はい、ちゃんとアクセルを離すとこういうふうに減速できますね。はい、やっぱこの辺セレナ e パワーとは結構違いますね。セレナ e パワーの時はバッテリーが満タンになっちゃうとアクセル離してもなかなかですね、回生が効かなくなってたと。今はですね、その 1.2 リッターエンジンを負荷として、使ってるわけですけれども、この車体とですね 1.2 リッターエンジン、負荷として、十分効力があると。セレナ e パワーの場合、あの巨体にですね 1.2 リッターエンジン、どうしても負荷としてもちょっと小さいというところなんでしょうね。はい、ちょっと B レンジに変えてみます。はい、同じですね。エコモード出してても B レンジ出してても別にどっちでもこういう峠道だとほとんど変わんないかなっていうのがあります。やっぱ全然問題ないですね。はい、ちゃんと放電ができてるなっていうのが分かります。アクセル離すとちゃんと減速できます。セレナ e パワーみたいにワンペダルがほとんど使えなくなるようなことはないですね。この 1.2 リッターエンジン、このノート e パワーであれば十分ですね、負荷として機能しているということだと思います。やっぱりこの車ですね、静粛性がかなり高いと、いろいろ遮音材使ってるというところで、エンジンがこういうふうに放電のためにですね、結構な回転で回ってたとしても割と静かですね。エンジンはそんなに、回ってんなっていうのは分かりますけど、そこまで大きな音ではないかなというふうに思います。セレナ e パワーですと、もうフットブレーキ結構使わないといけなかったのが、このノート e パワーはですね、全くワンペダルだけでですね、アクセルペダルだけで、この急坂、長い下り坂も降りることができてます。はい、